はい、皆さんこんにちは、ハイセス。本日はですね、ちょっと、機会がありましたので、ドバイのですね、不動産、こちらのね、デベロッパー会社をですね、ちょっと見ていきたいなというふうに思っております。もし本日の内容にご興味がある方は最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。レッツゲスターレン。はい、今日はですね、ドバイと言いますと、不動産がですね、MR というね、デベロッパーが一番大手らしいんですけども、今日今見に来ているのはこのソファ、こちらの展示会会場、こちらの方ですね、ちょっと来てみましたので、いろいろとね、見てみたいなというふうに思います。もう見るからにですね、デベロッパーの方とか、お客さん、それからいろんな人がね、見に来てます。これもプレビルの案件とかでね、これからこういった形になるよっていうやつだと思うんですけど、いやー、本当にもういろんなね、新築がどん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 建っているような状況でして、非常に見る限りすごいですよね。でいろんなね、人がもう買いに来たり見に来たり見学に来たりしてきてます。契約をしに来たりとかですね、いろいろあると思うんですけども、不動産会社の方といろいろお話を聞いてるんで聞いてたんですけども、大体ですね、安い物件で8000万円ぐらいから 1.5 億、中にはもっとね、2、3億ぐらいっていうのがですね、購入の感じですね。でこちらはですね、ゴールデンビザというのがですね、8000万以上の案件を取るとですね、10年間のドバイのビザが取れるというところで、このゴールデンビザを取るためには8000万以上の案件を購入、そうするとですね、家族とかにもこのゴールデンビザを渡すことができるらしくて、まあ、すごく、ね、人気なビザの取り方だということですね。シンガポールとかでは法人を設立して取るのが主流なんですけども、こちらでは8000万以上の物件を購入することによってゴールデンビザを取ることができる、そういったのが、ね、あるみたいです。ただですね、8000万円買っていくというのはこのプレビルドという形で、まだできてない案件を買いますので、すぐに、ね、購入しても住めないので、まあ、4年ぐらいとか待って住んでいくみたいな感じで、まあ、ビザを取るたびに、まあ、投資もちょっと兼ねてやる感じですね。でその投資としてやる際に、この MR っていうのとか、このエリントンとか、このソバっていうところが、まあ、結構有名なデベロッパー会社というところみたいです。ドバイの不動産っていうのはですね、まあ、本当に今需要が高いようで、まあ、かなり多くの人たちがですね、購入に来たりとかっていうのをね、されてるという感じで、非常にですね、興味深いなというふうにね、私も見ておりました。That's why it's a luxury project, gated closed community where you're gonna enter with the cards only. はい、今日はですね、今もう一つこの、MR というですね、デベロッパーのショールームに来てます。この MR というのがこの中東最大手のデベロッパーさんのようで、まあ、こういった感じですね、かなり大きなプロジェクトになってます。いやー、もう富裕層ですね、ここはね、本当に。こちらがですね、ドバイクリークハーバーというところで、まあ、先日もね、私ここ来て動画も撮ったんですけど、ダウンタウンが一望できるところですね。はい、いかがだったでしょうか。
いくつかですねデベロッパーのお話とかも聞いたんですけども、まあ、大体メインがねやっぱりこうプレビルドの案件をですね先に買ってですね、ただ4年後ぐらいなので最初に大体 24% ぐらいの頭金を入れて、そこからまあ9ヶ月ごとぐらいにまた 10%、10%、10% みたいな感じで入れていくので、一気にね購入する金額が必要になるっていう形ではなかったです。でまあ、場所にもよるんですけども、今日お話を聞いたところでいきますと 1LDK で69平米もしくは80平米ぐらいで8500万ぐらい、コンシェルジュもついて、プールとかジム付きとか人工砂浜とかね、そういったかなりしっかりとしたタワマンですけども、まあ、そちらがですね約大体8500万ぐらいでしたね。でその8500万ぐらいの物件を購入するとドバイの10年間のゴールデンビザというのがですね降りると、まあ、そういった感じで、まあ、ビザを取得するためのスキームですね。で私みたいに法人を設立して自分の会社からビザを出すという方法もありますし、ドバイの場合ですねこの物件を買うともう10年間のビザが降りるという、そういうスキームがあります。なのでちょっとまたシンガポールとはね仕組みが違うなというのがあります。やっぱシンガポールと違って土地も大きいですし、ドバイにはドバイのまた魅力っていうのはね今回私もいろいろ伝わってきました。やっぱり土地が広いので物件の数も多いですし、まあ、一方で車社会ですので、まあ、こちらは本当にもう車がないとなかなかね MRT の路線上の近くであればですねまだ車がなくても行けるかもしれないんですけども、基本的にもうちょっと郊外に出てくるとですね車がないと生活できない、もうアメリカの車社会みたいなような感じかなっていうのをですね全体で聞きました。ドバイはね本当に私は総括して言いますと、まあ、シンガポールってどっちかというと本当にコンパクトにまとめられている感じなんですけど、ドバイってね本当やっぱ広いです。やっぱアメリカみたいにこう土地が広いので Google マップとかで見てもですね尺が長いんですよね。だからちょっと近くだから20分できるのかなと思ったら1時間ぐらいかかったりとか、まあ、そういった感じなのでかなりやっぱ土地がでかいんだなというのはですね思いました。本当ねシンガポールにはシンガポールの良さ、ドバイにはドバイの良さがありますので、一概にねどちらがいいとはね言えないんですけども、今日ねある日本人の不動産の会社の方が言ったんですけど、シンガポールってやっぱビザを取るのが非常に難しいんですよね。例えばワクチンを3回受けていなきゃいけないかったりとか、ご年配の方っていうのはもうビザが降りなかったりとかするんですけども、どちらかというとドバイっていうのはある程度資金があればですね誰でもご年配の方であってもビザが降りるというところで、まあやっぱりそういった意味でもシンガポールはねビザの取得のハードルが高すぎて取れないけれども、ドバイだったら受け入れてくれるのでドバイに来ましたっていう方々もね本日午前中にですねこちらに住んでらっしゃる80歳のお資産家の方とお会いさせてもらったんですけども、まあ、その方の物件をちょっと見に行ってますけども、すでにドバイにですね10億円ぐらいのねいくつか物件をお持ちになっておられて、その一つを見せてもらったんですけども、まあ、その方もおっしゃってました。このシンガポールを行きたかったけども、まあ、ビザがなかなか降りない、でその方もワクチンは未接種だったので、そういった意味でもねワクチンは受けたくなかったということで、コロナの時にですね移住をされたようです。まあ、そんな感じですね。明日僕は帰るんですけども、かなりですね今回社会見学にもいろいろなったなというところで、本当はねドバイの視察っていうところで結構まあ仮想通貨関係のプロジェクトとか企業家と会う、まあ、それくらいのねつもりで来たんですけども、今回ねビザのコンサルタントの方とかともつながってですねいろいろと情報交換もさせていただきましたので、まあ、非常に有意義な実りあるですね視察旅行だったんじゃないのかなというふうに思います。じゃあですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったのでぜひいいねをよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。X の方もぜひこちらの方からフォローして幸いです。また日々がセルの方について、メルマガの方も配信してますのでぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.